が年々きつなる。手が上がらん。首も肩も重い。頭痛もつらい。物忘れも多く。老けたと日々感じる。みんな当てはまる？これ当てはまってたら要注意です。これ放置すると将来どんどん太ってストレートネックや五十肩になり脳まで老化する可能性があるから、ほんま早めに解決しましょう。どすこい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。ほんま戦えようと思ってる皆さん、実は相撲をやって肩も手術して太ったまま引退しました。そこで今回はノブ先生の考える1時間歩くより3分腕振りするだけで専門的な筋肉を狙ってストレートネック、五十肩、首、肩こりや中性脂肪も解消し、脳の老化や体全体の悩みも解消するセルフケア教室の授業です。ノブ先生も肩手術後のストレートネックで腕まで痺れたから、皆さんの気持ちは痛いほどわかる。なんで一緒に解決しよう。ほんま腕痺れると気持ち悪いで。皆さん、もしかして大きな間違いを犯してるかもしれません。今回の症状を解消しようと頑張って1時間歩いたり、なんとかしようと痛いところや凝っているところをもみ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 ほぐしたりしていませんか？これほんま飽きません。実はこれ違う筋肉を狙ってますね。ここで今回の原因と解消方法は、ほんま健康貯金になるから数分だけ聞いてや。実は1時間歩いたり、痛いところや凝っているところをもみ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 ほぐすだけではなかなか単独で狙えない。体にはズボラでサボる筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラ筋を専門的な方法で単独で狙って働かせてないから、1時間歩いたりもみほぐしても脂肪が減らんと脳の血流まで悪くなり、ストレートネック、五十肩、首、肩こりも解消しません。そしてこのように首がストレートになると、首は通常このように綺麗なカーブを描いてるんやけど、実は特殊な形状で骨の間に脳につながる血管が通ってて、その首がこのようにストレートになると血管の通り道もガタガタになって脳に行く血管も悪くなる。ほんでストレートネックになると肩もこんなように巻き込まれて肩も上がらんようになってしまい、肩甲骨の周りにあるミトコンドリアも活性せんと代謝も落ちて痩せにくくなる。その貴重な情報のズボラ筋がちゃんと動いて働いてないのが隠れた原因になります。ではどうすんねんということで、格闘家整体師ノブ流の解消する流れとしては、今回の専門的なズボラ筋は6つ。でもこの体操のエクササイズは3分で誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋、1つ目、肘の内側から親指側の手首までつながり支える、等速四根屈筋。ズボラ筋2つ目、肘の内側から小指側までの手首までつながり支える、尺足四根屈筋。ズボラ筋3つ目、肩甲骨から肘の裏までつながり支える、上腕三頭筋。ズボラ筋4つ目、肩甲骨の裏の内側から肩の前までつながり支える、肩甲下筋。ズボラ筋5つ目、肩甲骨裏から肋骨までつながり支える、前鋸筋。ズボラ筋6つ目、肩甲骨の内側から胸椎までつながり支える、菱形筋。ここを専門的に狙って動かし働かせます。結果ズボラから卒業して動いて働くから、肋骨、肩甲骨、背骨を矯正し正常化するので、首、肩の位置も修正され、首、肩の痛みやこり、五十肩も改善し、ストレートネックも解消して、脳の血流もドバドバ流れ、老化も予防できます。ほんで肩甲骨剥がしにもなって、肩甲骨がめちゃめちゃ動くので、その周りにあるミトコンドリアを多く含む褐色脂肪細胞が活性化し、脂肪をエネルギーとして燃焼します。結果代謝も上がり、内臓脂肪、中性脂肪が減り痩せれて、肩甲骨や鎖骨の動きも正常化するので、近くを通るリンパや血流の流れも良くなり、老廃物も流れるから、むくみも取れて若々しい体も手に入ります。ほんまズボラ筋ほっといたらえらいこっちゃっしょ。それでは脳書きはここら辺で早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。なんかなんとか三昧みたいやね。では各30秒ずつやっていきましょう。まず1つ目です。まず最初に指を軽くこのように曲げておいてください。何か物を掴むぐらいの指の曲げぐらいで構いません。次に肘をこのように伸ばします。そのままの状態をキープしたまま、招き猫のように手首をこのようにぐーっと手のひらの方向に曲げていきます。そうすると親指側から肘の内側のところに力が入るので、これをぐっぐっというのを30秒やっていきましょう。
ではみんな頑張りましょう。いきます。ギューッと頑張って、ギューッと。そう、みんなあんまりね早くしなくていいから、ゆっくりグーッと曲げて、そうギューッとね。結構みんなね早くやる人いるんだけど、早くやっても一緒、全然ゆっくりでいいんやから。ほんまね、ゆっくりの方がより効く。なのでゆっくりグーッと曲げて、そうギューッと、そうです。頑張って、みんなつってない、大丈夫、ゆっくりでいいからね。グーッと、もうちょっと、ギューッと、はい、ラストです。グー、はい、オッケーです。楽勝やって思ったやろ。次は2つ目です。次も同じ、このように軽く指を曲げます。そのまま肘を伸ばしていただいて、手の甲をこのように合わせるように少し手首をひねります。そのままの状態をキープしたまま一緒です。招き猫のようにグーッと手首をこのように曲げていきます。そうすると小指側から肘の内側のところに力が入るので、これを30秒間やっていきましょう。一緒ですよ、みんな頑張って、グーッと曲げて、そう頑張って、グーッと、そうです、グーッと。みんな自分のペースでやってね、グーッと。これね、手めっちゃ上げてもいいからね、下の方でも全然構わないから、グーッと、そう、ここでもいい、グーッと、そうそう、ギューッと、そう。だからあんまりね、位置は気にしなくていいから、グーッと、そうです。もうちょっと頑張ろう、グーッと、そうギューッと、そうです、グーッ、はい、もうちょっと、はい、もうちょっとですよ、頑張って、はい、はい、ほい、はい、OK です。では次、3つ目です。まず最初に手のひらをこのように前に向けて肘を伸ばします。次に手のひらを軽く握ります。ほんと軽くでいいです。次にこのままの状態をキープしたままこのように肘をグーッと伸ばすように腕を振っていきます。そうです、さっきは手首を振っていたんですけど、今度はこうですね、腕を振ります。よいしょ、頑張りますよ。そうするとここの二の腕のところに力が入ってくるので、これを頑張って30秒間やっていきます。いきますよ、グーッと、そう、みんな頑張ってね、肘伸ばすとき頑張って、肘グーッと伸ばすとき、そうギューッと、はい、頑張って、グーッと、そうです、無理なくね、グーッと、そうギューッと、そうです、グーッと、ふい、グーッと、ふい、ギューッと、はい、ギューッと、そういいですね、グーッと、はい、そう、はい、これね、二の腕痩せにもいいからね、タプタプした二の腕も取れてくるから結構便利。そうギューッと、はい、グーッと、はい、ラストいきましょう、グー、はい、オッケーです。みんな結構息上がってない、大丈夫。では次、4つ目です。まず最初に手を軽くこのように握ります。次に手のひらの方向にこのように手首を曲げてください。次にこのように脇を開いて肘を曲げます。そのまま手首のここですね、硬いところら辺をぐーっと骨盤のあたりに押し当ててください。このように腕を振っていきます。ぐーっと押し当てて、このように振ります。ぐーっと、そうぐーっと。そうすると肩の前、肩の中の方に力が入ってきますので、このまま30秒間頑張って振っていきましょう。ぐーっと、そうぐーっ、そうです、ぎゅーっ、そうぐーっと押さえてね、押さえる方頑張って、ぐーっと、そうやって振っていきます。ぐーっと、そうです、ぎゅーっと、横から見るとこんな感じです。ぐーっと、そうぎゅーっと、そうです、ぎゅーっと、はい、もうちょっと頑張って、そうぎゅーっと、はい、ぎゅーっと、そうです、ぎゅーっと、いいですね、みんなぐー、そうです、ゆっくりでいいですよ。ぐーっと押し当てるとき頑張って、ぎゅーっと、そうです、ギュー、はい、OK です。では次、5つ目です。まず最初に手を軽くこう握ります。次に肘を伸ばして手の甲同士を軽く近づけます。そして手の甲を少しできる範囲でいいので近づけてください。このままの状態をキープしたままと手を前にグッとこのように振っていきます。グッと前に振ります。こうです、横から見るとこんな感じで振ります。そうです、こう。そうすると両方の脇のところに力が入りますので、これを30秒間振っていきましょう。いきます、ギューッと、そうギューッと、ギューッと、前にグーッと伸ばして振るときに頑張っていきましょう。ギューッと、そうです、ギューッと、
背中少し丸くなってもいいので首に力入らないようにしてね。ギャーっと、そう、ギャーっと、ギャー、いいですね、みんな、ギューっと。さあ、両脇ね、脇、はい、OK です。なんか結構ポカポカしてきたっしょ。では、6つ目です。まず、肘を伸ばして手のひらを軽く前に向けます。そのままの状態で、そのまま軽くね、ちょっと顎を上げてください。少しだけでいいです。上げすぎなくていいです。斜め前ぐらいを向くぐらい顎を上げてください。次に、このままの状態をキープしたまま腕をこのように後ろに振っていきます。そうすると、この肩甲骨と背骨の隙間のところに力が入りますので、これを頑張っていきましょう。皆さん、いくよ。頑張っていくよ。はい、はい、はいよ、はい、頑張って。そう、ゆっくりでいいからね、ぐーっと肩甲骨寄せるの方を意識してください。後ろに腕振ります。ぐーっと軽くでいいです。後ろに振るのはね、そう、ぐーっと、そうです。みんなこの時に腰反らんようにしてね、肩甲骨を寄せていってね。結構みんな腰反りがちやから、そこ注意して。そう、そうです。斜め上にね、顎もちょっと上げておいてね。そう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 、そう、頑張って。もうちょっと、そう、もうちょっと、そう、意外にきつくない、大丈夫。そう、はい、はい、はい、 OK です。そしてこのエクササイズに合わせておすすめな手の冷え解消方法もご紹介しますので、最後まで注目してみてちょうだい。これ座っても立ってもできるし、正確にはたったこれだけ、めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった3分の行動力、これがセルフ健康貯金の秘訣ですからね。どんどんセルフ貯金してや。ほんま、ここまで注目してみてくれてありがとう。その生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話ししていた今回のエクササイズをすると、柔軟性も上がり、関節の動きも安定するので、後におすすめな手の冷え解消セルフケアを一緒にやってお別れしましょう。まず手のひらをこのように自分の方に向けます。そのまま反対の手で腕を持ちます。そのままの状態をキープしたまま、肩をぐーっと下げるように少しだけ下に手を引っ張っておきます。そのままの状態をキープしたまま、反対の方に首をぐーっと倒します。そうすると首のこの横のところのあたりが伸びてくるので、このままの状態で30秒。これをすると首、肋骨、鎖骨の矯正になって、血液やリンパの循環良くなって、手も温かくなるので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。これ両方やってね。ギュギュギュッと。